たん。かっこいい。確かに。外からなんか聞こえるようなポスターやな。そう、日本の雰囲気やのに、うん、そういうみたいなかっこよさが。なんかさ、あやちゃん、うん、右側ずっとガードされてる。前なくなかった？前は右も行けたし、もう今それだけ、それだけ。今や完全にガードされてる。なあ。ここ？水族館。多分水族館、こここう行ってさ、こっち下って行って左の方やと思う。うん、あの左のテントみたいなのあるやん、あの奥やと思うんだけど、行ってみよう。行きましょう。うん、マシュアヤビデオ。これさ、散髪されてるやん。うん、これ、生えてきてるよな。ほんまやほんまやな、ここ綺麗にされた後やのに、うん、多分太陽が当たるからかな、上伸びてるんかな。上伸びてきてるんかも。面白い。あ、かわいいな、葉っぱたち。あやちゃん、え、めっちゃワクワクしてる。ワキワキしてる。楽しみ。ずっと生きていってたもんな。行きたかった。ちょっとね、海に植えてるんで。チャンス。これ、なんかでも工事中みたいでちょっと心配やねんけど。ほんまにあるの？あるんかな。あれか。おー、あるある。あやちゃん、授業はダメよ。いや、それ。誰でもあかんけど、盲導犬は OK です。ワインもダメよ。やりました、はい、金魚みたいになります。金で、あ、なんかめっちゃ嬉しい。めっちゃ久しぶり。めっちゃ喜んでる、あやちゃんが。こっち金魚です。なんやろ、いや、魚くんと来たいよな、やっぱり。確かに。なんか、やっぱめっちゃかっこいいやん。うん、すごい好きなの分かるけど、うん、魚子はきっと海の中、前世海の中のなんか生き物やったんかな、クジラとかやったんかなって。確かに思う。エケカニやね。それ以外もじゃ見て、ほら、唇チューちゃんがおる。すごい。かわいいね。赤い魚でまとめてんねんな。なあ。あ、すごいちっちゃい。ロブスターも丘のやつ。わあ。クモみたいやな。クモみたいな子。美しい。息が。いや、これは何ですか。ウツボちゃんですね。かわいい。鼻からぽよってパクパクしてるわ。出てる。綺麗。
クラゲコーナーにやってきたよ。この色クラゲになってはる。ピンク色。わあ、金ね。うわあ、わあ、超綺麗。宇宙みたい。じゃあ後ろを黒にしてくれてるのがすごい。いいよね。触れるコーナーやで。あ、触らんよ、うちは弱らんかな、ちょっと心配に。すごいな、こんな触れるコーナーあるなんて。変える？いや、分からん、何これ。何やろ、何謎のアイテムや。えい、いや違う。えい、いや違う。クリオネみたいな。いや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 、多分違うけど、めっちゃおもろい。サメかな。サメリックかわいいな、あやちゃん。めっちゃかわいいよな、サメリック。かわいい。こんななんかポンってついてるの。サメリックいいな。え、かわいすぎすぎる。これ写真やな。すごい。ねえ、写真撮るか。どれがいい？投げる？サメかな。あ、来た。開いてた。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。やばいやばい。いいやん。いいね、小サメとの。縁のおサメだな。いいね、撮れましたね。やりましょう。行くか。なに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 やな。終わっちゃう。終わっちゃう。終わっちゃうね。ねえ、あやちゃん。めっちゃ良かったな。大満足ですか？え、めっちゃ満足。良かった。いや、普通に超おすすめかも。なあ。なんかシンプルやった、めっちゃ。ちょっと少ないかもやけど。うん。なんか展示の方法とかが、うん。すごい良かったよな。良かった。チョイスの魚も良かった。バランスがなんか。大人やったな、ちょっとな。なんか余計な、かわいい、なんかとかじゃなくて、すごいほんま展示って感じやった。確かに。クラブが、すごい良かった。なあ。めっちゃ良かった。最高、ありがとう。ありがとう。アクアリウムパリ。ピースしてる。かわいい。じゃあお腹減ったからカフェでも行きますか。行きましょう。レッツゴー。どうしよっかな。
テラス席やけど、囲いがあるよ。うまいな、これ。あったかい。ソファーがあるからさ、これであったかいよね。あったかい。結構かわいいところやんな。でもチーズバーガー買いました。チーズバーガー、チーズバーガー。はい、今バーガーの気分で。そう、珍しいよな。そう、マッシュがあのチーズバーガー、ね、その同じようにするのも珍しいんですよ。私は結構バーガーずっと食べてるから。確かに。おいしい。うわー、おいしそう。I start to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other husband. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? やっぱお店のことさ、味違うよな。不思議。なんか美味しく感じる、さらに。Professing all the love from a once upon a time that they threw away. And the fear that I'm fighting is constantly rising in the back of my mind. Is that you'll finally open up your eyes. That you lead me for another guy. 来ました。うまそうだ。来ましたよ。めっちゃいいよ。ちょっと半普通にうまそうじゃない。美味しそう。チーズもほらいい感じに食べてるし、これはうまそう。なんかすごい感じ、うん、な、出来具合もいい感じで、いいかも。うん、おお、うまそう。わあ、難しい。じゃあいただきます。うん、うん、うん、パンが美味しい。うん、パンが違う気がする、うん、美味しいですか。でパン違うくない。うん、お肉もすごいしっかりしたお肉。うん、ここ上手やわ。ここのなんか、うん、美味しい。これは美味しいぞ。この辺やってたからめっちゃ食べる。うん、この辺やってたからめっちゃ食べて、めっちゃ食べたり飲んだり早い。I start to believe that you're still in love with some other husband. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? Yeah. めっちゃ。スタイルの彼だ。難しいよ、切るの。そうやな。そう。切るとさ、やっぱさ、こんなボロボロになっちゃった。うん。美味しいけどね。あ、最後の 1.5 口ぐらいある。もうでもなんかあって夢やな、バーガーってすぐなくなる。幸せそう。ごちそうさまでした。ポテト歩けるか。そうね、ポテト歩ける。なんか調子乗ってカフェ頼んじゃった。美味しそうに見えてるな。そう。ああ、そう、あのね、マッシャイビデオを長く見てる方はご存知だと思いますが、マッシャイはビールじゃないわ。コーヒーが飲めないんですけど、ちょっと飲んでみようかな。意外。お砂糖入れていい。小学生の反応みたいな。苦甘い。普通のこと言わんといてくれ。美味しい。でもなんか、うん、いい香り。これ
ちょっとずつ試してったら俺飲めるようになるかも。じゃあ毎朝ちょっと飲んで。毎朝ちょっと。すっごい香るこれはちょっと苦いねエスプレッソやからな苦いなマダガスカルに行きたい、うん、まあ、ずっと言ってるね、うん、次、久江史上さんのコンサートに行くこれも前からずっと言ってるんけどでもここが重要行くって書いてますよねもう私は行く気なのでお探してもしコンサートがあるんだったら、うん、まあ行きますねなあパリのも行きたいパリは行きたいけどパリじゃなくても行きます、うん、キャンプをするキャンプ行きたいな海に行くもう高校3年行ってる行ってないな2年行ったけど全然行ってないかっこ美しい海、はい、何でもいいわけじゃないんですよ美しい海に行きたい一昨年に行ったフランスの海は行ったけど南仏には行ってないもんな入りたいんですよ行くだけじゃダメです、泳ぎたいんでそうやな、はい、次 PV を撮る PV 撮りたい PV はちょっとねこのカメラで撮りたい、田舎の蚤の市に行く、うん、これマッシュのあれなボルダリングを始めるこれあやちゃん、はい、運動したいから死んだ時に家族、友人に言い残したいことを手紙に残すなかなかあれやな大事なことやなこれそうなんかやっぱ突然死んじゃうことがあるかなってなんかふと考えてふとじゃないけどねよく思ってるけど意外と残してないから衣装じゃないけど、うん、そう携帯とかねそのパソコンとかのデータとかもあのねあパスワードとか開けられへんかったらみんななあ止めそうサブスクとかどうやって止めたらいいのとかもなるやろうしそういうのちゃんと残しとくやつを作っとかななと思ってそうやなこれ漫画を描く、うん、漫画は描いてるんですけどもっと描きたいなっていう、うん、マッシュですね毎週ワクワクするようなインテリアの部屋にしたいこれはもう完全にそうでも大事やんななんかやっぱ一番過ごすところが今は家やからやっぱ家をすごい充実したものにしたいなっていうのがちょっと多少金かかってもそうやねうん蚤の市集めてるものとかもちゃんと飾りたいしうん、うん、じゃあ続いてオフ会を開催したいあこれはマッシュの願望2人の願望やなうんマッシュやオフ会をね早くしたいよなもうでもそろそろ行けしょう行けしょうパリでやるんやったら多分いけると思うけどもうでももうそろそろみんな来れそうやんちょっと今情勢が大変やけどあとは日本を旅行したいあやちゃんいや日本旅行したいしたいこれはでもほんまに俺らフランスの方はいろいろ行ってるから、うんうん、日本のところいろいろ行ったことないから美味しいものも食べたいしなずっと軽なってると思ううんで映像作品を作りたいあさっきの PV と一緒やね、うん、ちょっと近いけどこれは2人ともやな友達とか家族、パリに来てほしいそうほんまに来てほしいなんか、ね、そう 今ならすごいいろんなとこに連れてってあげる気がするよなそう、もうだいぶね、だから、うん、キャンピングカーでヨーロッパを回りたいキャンピングカーにね、乗って回りたいんですよもうなんかさ、今日はじゃあこの湖のふもとに泊まろうかみたいなさでも、回るんでもいいし、三泊とかでもいいからちっちゃく始めて、大きく広げていきたいまあな、うん一日中料理する時間を作りたいあなたですねまさかのマッシュの願望
まあ、やろうともできんねんけどなんか それを定期的にやっぱちゃんとやりたいな。映画をたくさん見たい。私、映画見たくて。で、前世療法や対抗催眠をやってみたい。急にスピリチュアルなんてかこれあやちゃんよりやけど、でも俺もやってみたい。なんかね、そういう自分の前世みたいなのの映像が見れるんならば、例えば江戸時代のことを映像で見れたりするわけよ。江戸時代の人生やったらちょっとなんか興味があるよね。確かに面白い。好きなアーティストに感謝を伝えたい。そう、お素晴らしい。っていうかなんかね、やっぱり皆さんから感謝の言葉とか、まあ、ったメッセージとかもらった時に、ね、いただいてるからな、嬉しいのかな。そう、なんかね、本当に届いてるんですよ。なんかそれを自分がメッセージを送る側やった時に、いや、こんなんでも漫画家の先生に手がなくても読んでないんやろうなとかちょっと思ってたんですよ。そっかそっか。結構言ってるんですけど、でもあのガチで読んでるし、ガチで届いてるっていうのが分かって、うん、送ろうと思って、感謝とかなんか作品に使われたことが多いので、ちゃんと伝えていたらいいなと思って、うん、ラスト、スカイダイビング。じゃああなたあやちゃんはしない。私絶対嫌、落ちんの。一回ぐらいしたいな、スカイダイビングは。パラグライダーでもいける。パラグライダーやったらいけるかな。散るのはなっていう、今ザクッと出たのでこんな感じやな、ね、他にももっと多分考え出したらあると思うねんけど、今はザクッとこんな感じで、まあちょっとずつ叶えていきたいなと思うね。はい。いやでもなんかやっぱりね、うん、いつまでも元気で生きていられるわけではないかなって。あっという間に人生過ぎちゃうから、まあ、今見てるみんなは多分パリに早く行きたいよ。多分そうや、ね、前面出てるとは思うし、せやとは思うから。あとなんか意識することで時間作ったりとか、多分意識すればできることも多分いっぱい増えてくると思う。そうだから、ちょっと意識しようかなと思って。うん、私はちょっと生活をもって改めて。そう、もうすぐ多分ね、4月やから入社したりね、うん、みんな、ね、入学式やったりとか、うん、新しい1年が多分始まる。そうそう、年度やな、年度の年始やから。そうそうそう、多分そういう空気感も感じてるけど、春が来る感じで。そうやな。皆さんは何かやりたいこととかもしあったらコメント欄に書いてくれたら僕らも見てみたいなと思うんで、よろしく。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント飲み切った。